2022年にカタールで行われたワールドカップ、日本はベスト16という結果で幕を閉じた。プレミアリーグで活躍する三笘薫選手やブンデスリーガで活躍する堂安律選手らの活躍が記憶に新しい。次のワールドカップは2026年を予定している。開催地はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国による北中米共同開催となる。約3年後の開催となり、2022年のワールドカップの時のメンバーとはまた違った主力選手が活躍されることが予想される。今回はそんな日本の未来への評価について解説していきたいと思う。海外からも注目が注がれている日本の若手選手たち、アーセナルやリバプールといった海外の強豪クラブでも活躍できるようになった今の時代、今後はさらにこういった選手たちが増えていきそうな日本の若手たちの評価をぜひ最後までご覧ください。森重陽介、2004年生まれの19歳、清水エスパルスに所属している。ポジションはフォワード、ディフェンダーで利き足は右足。本来はフォワードとして長身を生かしたプレーやポストプレーが得意である。また足元の技術も素晴らしく、スピードもある。2026年は年齢も21歳となっており、主力メンバーとしてワールドカップで活躍する可能性が非常に高い選手の一人である。監督、選手からの評価。元日本代表の中村俊輔氏は、起点にもなるし足元もうまいと高評価している。すでに他国の選手では20歳以下にしてトップチームで主軸として活躍している選手がたくさんいる。今後の森重陽介選手にも注目していきたい。松木玖生、2003年生まれの20歳、 FC 東京に所属している。ポジションはミッドフィルダーで利き足は左足。今はまだ日本の J リーグにいるが、もともと海外志向の強い選手であることから、今後は海外挑戦の可能性が高い選手である。2021年にはフランスチームの練習にも参加しており、海外からも注目をされている選手。2026年は年齢も22歳となっており、主力メンバーとしてワールドカップで活躍する可能性が非常に高い選手である。メディアからの評価。プロのレベルに問題なく適応し、普通にプレーしているということなのだから、それだけでもすごいことだ。監督、選手からの評価。日本代表監督である森保一指揮官は、これまで通りの印象、運動量があってハードワークをしながらオンオフでボールに絡んでいく彼の良さを見させてもらったと思います。セットプレーではスタートからチームの勢いにつながるような武器を持っているところは見させてもらいましたとコメントしている。元日本代表の内田篤人氏は、今後グイグイ来ますので、 J リーグに入る前にも海外への移籍、入団とかの話もちらほらあった鳴り物入りで、今年一番の高卒ビッグネームですね。彼は U18-20 代表の練習で見てます。気持ちがすごい強いです。しっかりしてます。考え方も、技術的には多分まだプロではこれから上手くならないときついかなと思いますけど、体の強さや気持ちの強さっていうのは、開幕スタメンに入っている時点でやっぱりさすがだなと。彼くらいならこれくらいはやれて当然だと思ってました。そのくらいいい選手と、非常に彼の気持ちの面を評価している。 FC 東京を率いるアルベル監督は、起用し続けているのは日本の将来を背負う選手に成長する可能性があるからだ。長友は日本を代表する選手でメンタルが素晴らしく、玖生も長友のようなメンタルを持っていて、ヨーロッパで活躍できる可能性がある。玖生のような選手が日本サッカーを成長させてくれると信じていると高評価。明眼東也、2004年生まれの19歳、川崎フロンターレに所属している。ポジションはミッドフィルダーで利き足は右足。2023年3月にプロデビューを飾ったばかりの選手である。冬の高校サッカー選手権大会では大会最優秀選手にも選ばれた。ドリブルが得意で、川崎フロンターレでは三笘の再来ということで大いに期待されている。もし2026年ワールドカップで三笘薫選手との共闘が実現すると、非常に楽しい試合内容になることは間違いない。これからいろいろなことを吸収し、さらに大きな選手となってほしい。そして次のワールドカップでは主軸メンバーとして活躍してほしいし、この機会を最大限に活用し、海外挑戦も視野に頑張ってほしい。評価。川崎フロンターレ関係者からは、彼のところにボールが入れば見ている人がワクワクするとか、こいつにボールを渡すなと相手の選手に思われる選手になれる可能性は十分にある。なかなかそういう選手はいないと期待を寄せている。まずはチームの主軸として活躍し、結果を出し、実力をつけてもらいたい。今後の成長に期待していきたい。
田志央、2004年生まれの19歳、ドイツのボルシアミュンヘングランドバッハに所属している。ポジションはフォワードで利き足は左足。鹿児島県の名門神村学園出身で、当初 U19 でプレーをし、そこで結果を残し、現在は U23 に入りプレーしている。トップチームのチーム練習にも参加をし、トップチームでのデビューが待ち遠しい選手である。2026年は年齢も22歳となっており、主力メンバーとしてワールドカップで活躍する可能性が非常に高い選手である。メディアからの評価、1月に獲得した福田は U19 レベルで注目を集めた。トップチームに残る可能性がある。監督、選手からの評価、ボルシア・ミュンヘングランドバッハの U19 監督からは、もちろんどんなゴールでも若者にとっては良いものだ。彼はたびたびストライカーとして適切なポジションにいて、右足と左足の両方でフィニッシュ能力があると示したと決定力を称賛している。またあいつのヘディングすごいぞ。そんなに大きくないからヘディングで勝負できるとは思っていなかった。ジャンプ力と対空時間が凄まじいと身体能力の高さを評価している。空中戦でも地上戦でも味方からの信頼を獲得し、福田にボールを集めろと言われるまでになっている。ボルシア・ミュンヘングランドバッハのトップチーム監督であるジェラルド・セオ姉は、将来の可能性を秘めた数人の若手選手を育てようとしている。その選手たちを知ることが重要なんだ。彼らはシーズン開幕後にトップチームでプレーする選手ではないが、中期的なパイプラインにいるため、実際に彼らのプレーをこの目で見たいんだ。同時に誰かが離脱したり負担を抑えなければならなくなった時に、十分な人数のグループを準備しておきたい。またスカッドの層が厚くなればもう少し人数は減らすだろうと、トップチームで練習参加する福田とその他の若手について語った。高橋センダゴルタニコ、2005年生まれの18歳、 FC バルセロナのフベニール A に所属している。ポジションはディフェンダーで利き足は左足。日本人の母親とアルゼンチン人の父親の間に生まれたハーフであり、スペインで育った。左サイドバックを主戦場としており、柔らかいボールタッチが特徴である。また積極的に攻撃参加もするため、非常に攻撃を活性化してくれることは間違いない。今はまだトップチームデビューはできていないが、熾烈な争いに勝ち抜いた後には明るい未来が待っているであろう。監督、選手からの評価、 U19 日本代表監督の富樫光一氏からは、代表合宿初日から正確無比なプレーで大気の片鱗を覗かせていた際、思わず報道陣にウォーミングアップ中の対面パスを見た、止める、蹴るといった基本的なことへの正確さに驚いていた。日本代表にて初めて一緒にプレーをした佐野光大選手からは、プレーを見て思ったのは、常に前を見ながらサッカーをしている。ボールの置きどころも良くて、パッと前を向ける。そういうところも、すごく勉強になる。ボランチであのプレーができたら、相手もやばいと思うはず。そういうのは見習うところ。本当にボールの持ち方が抜群にうまい。とクオリティに舌を巻いていた。辛口評論家として知られているセルジオ・エチゴ氏も日本の若手選手に向けてこう話している。評価というのは90分間、まだまだトップチームに這い上がるのは早いと思います。もう少し見守っていきますし、頑張ってほしいと思います。早く目覚めて化けてほしいですね。19から20歳になるくらいの年齢でも、もしかしたら上に行くラストチャンスかもしれない。現地メディアは良い時は良い、悪い時は悪いとはっきりと評価しますからね。他の国のメディアが絶賛するくらいの試合の本数をこれから増やしてほしいですね、と期待を寄せている。海外メディアからの評価、サッカー選手の分析を主に行っているメディアフットボールタレントスカウトが欧州トップ15リーグに所属する26歳以下の日本人選手の中で、今季のゴールとアシストが最も多かった選手をランキング形式で紹介した。その際、現在ではそれらのリーグに60人以上の日本人選手がいるんだ。スカウトのグローバル化も一役買ったんだろうけど、認めるべき功績は認めなければならない。日本サッカーの進歩は驚異的だ。90年代に始まり、今は活気づいている。そしてそれはまだ始まりに過ぎない。もっと多くのタレントがすぐにもヨーロッパに押し寄せてくるべきだと紹介されている。日本代表はまだワールドカップでベスト16の壁を越えずにいる。今回紹介した選手以外にも、久保建英や中井卓大、ドイツの名門バイエルン・ミュンヘンもその才能を認めた福井太一など、まだまだ多くの若手が存在している。今回は時間の都合上紹介しきれなかったが、
日本の未来は非常に明るいように感じる。有望株がたくさんいるし、これからもさらに多くの若手選手が出てくるに違いない。 J リーグのレベルも上がり、海外のクラブチームで結果を残し、さらなる日本サッカーの進展にこれからも注目していきたい。今回は日本の未来への評価がヤバいについてまとめました。今後も海外サッカーに関する情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。